2017年秋の勲章伝達式が6日県庁で開かれ、地方自治や保健福祉の分野で功労があった14人に中村時広知事が勲旗と勲章を手渡しました。秋の叙勲を受けた愛媛関係者は旭日小16人、瑞宝小50人の合わせて66人です。このうち町長や議員、団体役員などを経験した総務省関係9人と厚生労働省関係の5人が伝達式に出席し、中村知事から勲旗と勲章を受け取りました。伝達の後、中村知事はますますご健勝で、今後も国政や県政の発展にご尽力賜りたいと挨拶しました。続いて旭日総工賞を受けた元松野町長の坂本俊明さんが代表して次のように謝辞を述べました。私たちはこの栄誉を賜りましたことを身に余る光栄と存じ、今後一層の精進を誓っている次第でございます。本日は誠にありがとうございました。